その十方仏の衆は法華の唯無なりです、まあ、それだけのお話したわけなんですが、そのこの前来ていられたかいられない方もおられるだろうし、またこの前来ていられた方でも、あのまあそういったなんだけど、あんまりよく分かっちゃいない。それでまあそのこの前お話ししたところもまとめて、まあ一応お話ししますとね、結局十方仏土中っていう、十方っていうのは東西南北四類上下で、まあこれ大体は方角のことだけれど、その方角っていうと自分がここにいてあっちこっちってこういう方角ね、そうすると俺だけは入っていない、いわば観察者として、その東だ西だっていうね、それじゃその意味ない。本当は自分自身が生きる世界として東西南北四類上下だそれで結局ね、この十方ということは少なくともここで言う十方はですね、東西南北四類上下どっちへどう転んでもっていうところがさなくちゃだった。この自分がねどっちへどう転んでも要するに成功しようが失敗しようが、あるいは合格しようが不合格しようが、得をしようが損をしようが、あるいは幸福であろうと不幸であろうと、悟ろうと迷おうと、それから生きても死んでもということでなくちゃならないね、十方というかね。それがね仏道だ。どっちどう転んでも仏道だっていうこと。これはどういうことかっていうと、そのまあ仏っていうこと、その時その時でいろいろ意味があるわね。もう例えば仏っていう時、八大人学じゃもう大人、仏とは大人なりと、本当の意味の大人だっていう意味で言われてるわけだし、ここじゃ仏道っていうのはね、最高価値っていうね、要するに私が一番大事にしなきゃならないっていうところが、要するにその私は東西南北どっちどう転んでもその自分の生命生きるほかないんだから、その生命は最高価値として大事にすべきところと、こういうことね。だから成功すんのはいいけど失敗はかなわないっていうの、それじゃダメだ。成功でも失敗でもどっちどう転んでもっていうのが実法なんだからね。で、その成功がよし失敗が悪し、合格がよし不合格が悪し、それから徳はよし損は悪し、幸福はよし不幸は悪しね、悟りはよし迷いは悪しで、生きるのはいいけれど死ぬのは困るって、そんなんじゃないんだ。どっちに転んでも自己は自己の生命を生きる以外にはないんだから、この自己の生命こそ最高価値として、これを大事にするっていうのね、これが一大事っていうことだ。それが十方仏土中っていうことね。そのことはね、法華の唯無だこの法華の法っていうのはいつも言うように、その自己の生命の実物ですよ。仏教っていう宗教じゃ結局いつでも能書一枚っていうね、
ていうのはこっちから働く方、だから向こう側にあるのは働かれるっていうのは小ですね。で働く方と働かれるのとはもう一枚っていうこと、脳書一枚っていうのがまあ仏教の根本です。でそうするとね、そういう境界になりたいってみんなそう言うじゃん。それでもって結局方向が全く違っちゃう。だいたいね、脳書一枚っていうのはの私はその生命体験すればこそ今私の世界はあるんだ。だからあらゆる私の見ている世界は私に生命体験されるところにあるんだ。だからその生命体験っていうね、生きてるっていうことにおいて私もありゃ向こう側もあるんだから、これはもう脳書一枚なんです。全くね、そのそういう境界になりたいって、そんなね、そんなうかつな話じゃないんだ。誰でも彼でも脳書一枚で生きてる、それが私の言う生命の実物だ。もうみんな生命の実物生きてるわけだ。それをね、そのみんなそのあれですね、言葉で、私がいつも言うけど、そのコップっていうのをね、コップ見てるって、コップっていうといかにも同じコップがあるみたいに思ってるけれど、そうじゃない、このコップは私だけに体験され生命体験されてるもんで、あなた方の見てるこのコップはまた別なんだ。角度がだいぶ違うんだもん、視線の角度が。そして視力も違うんだし、光線加減も違うんだし、というからどうせね、同じ実物見てるんじゃないですよ。で、ただ自分の見ているコップだけ見てるわけだ。で、またこれあの今私が喋ってるわ、ほっといかにもうんうんって言って皆さんが聞いててくれるといかにも分かってんのかと思うと、ほっとこれ本当はあの皆さんが聞いてるっていう実物であって、それで私は喋るっていう実物であって、でそこと喋ってんのと聞いてんのとどこで接続するのかってね、生命の実物としては絶対にその接続しないもの、ただ一応言葉だけが通じているみたいに見えるっていうだけね。その通じているみたいに見えるっていうこともどれほど通じてるのかっていうとは、それはもう絶対にわからない。それで結局はね、そのいつでもだから私が生命体験する世界だけだ。その生命、私が生命体験することにおいて私は生き、そして私の世界はある。で、そういうのが生命の実物です。だから、その、この世界ぐるみの、世界、いいですか、この世界、私の生命体験する世界ぐるみの自己入りの自己。世界と自分と分かれる以前、世界ぐるみの自分ですね、それの自己入りの自己だ。そういうのが法ですよ。本当に何から何まで世界ぐるみの自己入りの自己っていうと、もうこれ動きようがないね。他との兼ね合いじゃないんだから、あらゆるもの他っていうものがありえない。動きようのないところ、どっちどう転んでも動きようのない不動のところだ。それでいながらね、ホッケの毛っていうのはね、花開くっていうことだね。
生命っていうものは本当は動きようのない、どっちへどう転んでも自己の生命切りの生命、どう転んでも自己の生命なんだからね。もう自己の生命以外何もないんでしょ。だから自分が花開いてそのどうするっていうんじゃないの。ただ自己切りの自己、その自己切りの自己の生命のまた花が開くっていう。だから不動のところに花開くっていう道があるわけ。不動の道だ。だからその出入りなし、このどっちどう転んでも出入りなしの自己切りの自己の生命ですね。そこのところに花開くっていう限りで出入りがある。この出入りなしのところの出入り、それを例としてさ、この前はそのガラスのねコップにこう紅茶のティーポット入れて、そしてお湯を注いでじっと見ててごらんなさいっていう話したわけ。やってみましたか？あれやってみりゃ分かんない。そうするとティーポットを入れて、そしてじっと置いておくんだから不動だ。しかしながらこう見てると盛んにねそのお湯が対流して、そして紅茶が濃くなってくるじゃない。それと同じように自己の生命というのもう動きようがないけれどところに自己が濃くなっていく、あるいは自己が自己に澄み清くなっていく。これがねホッケの世界。まあそういうことをあれするのはこの前はあれですね、このホッケ教の根本は無量義教で、それから無量義所三昧で、それから無量義教のあれを引いてお話したわけですがね、結局一切は焦燥空寂にして、なお虚空のごとく二法なあることなしで二つに分かれるってことはないっていうのね。法っていうのは二つに分かれる以前で、だから一方かっていうと一方もまた無双なりっていう言葉がある。うまい言ったでしょ。この一方っていうのもね、本当は自国国でもって無なんだ。全くで、だから無双もそうならず、無双っていう固定したもんじゃない。無双ってこともそうでない、不相だ。そのそうでない無双を実相と名付くっていうね、その無量義教に出てきたそのあれをこの前お話したわけですね。で結局発想はね、その如是にしてもうありのまんまでもって生じを異滅するっていうんで、結局如来如如如をするんだっていうこの前話したわけですね。でいよいよ十方仏途中はホッケの唯有なり、唯有っていうのはそれだけっていうことをね完結してるんだ。このどっちと転んでも自己切りの自己の生命だから、もう完結してる、完結してるところに生命の花を開く、生命が生命に深くなっていくっていう、そういうのがホッケの世界。で結局十方仏土中はホッケの唯有なりっていうのはね、まあどっちへどう転んでも自己の出会うところは、あらゆる世界はですね、最高大事にすべき自己の生命そのものだっていうのが十方仏土中だ。その十方仏土中は自己の生命がいかに自己の深い生命の花を開かせるかっていう、そういうことだっていう、ただそれだけだっていうね。決してだからホッケの世界はなんか俺が修行して
他のものになるっていうんじゃないんだね。俺が修行してもういかにもパッと他人になるように、その、悟り開いて他人になったみたいに、そんな世界じゃないんだ。ただどこまでも自己の生命が自己の生命の深さの花を咲かせるっていうことで、これをまあ私、はい、もうこれは20年ぐらい前から言ってる言葉だけど、早話が出会うところ我が生命っていうことね、時々刻々自分が出会ったところ、それが私の生命の分身だもん。だからその生命の分身を大切にすることが、私の生命を大切にすること。でまあ法華の世界はね、非常に思想的に言っても深いんだし、それから文学的に言っても、これからまあその法華の話ですると文学的に非常に華やかだもんね。こうしてのあれなんですが、それをね、道元禅師のな場合、まあ日本人はその点のそういう思想の深さっていうの、それを今ここでどうすんだ、一口に今ここどうすんだっていう、そういうふうに還元するところがあるね。で道元禅師もそういうのをね、その天蔵経を見てください。供述通夜、これね、ひねもすよもすよもすがらってことはね、しょっちゅう物来たりて真にあり、真来して物にあらしめ、一等かと将軍弁当すっていうね言葉が出てくるけどね、要するに天蔵っていうのは僧侶の食事作る役で、この人はね、そのひねもすりよもすがら、その自分の出会ったところをね、物来たりて真にありて、今出会ってるものを自分にの心に入ってくる。ただ自分の心は物に荒らしめ、帰してですね、心を帰して物に荒らしめ、そして一等に他と将軍弁当をするって、もう今出会ってる仕事と自分と一緒になって将軍弁当をする、精出して働くって、こういうことね。これだから一口に言えばそういうことだ、今のことね。それで天蔵経君はその点、この法華経の世界をね、実際に行動する仕方を生き生きと教えてる本だと私は思うけどね。藩を蒸す、加藤を地頭となし、米をゆりて水はこれ神妙なりと知るっていう言葉、これはね、ご飯をその炊くね、お鍋の底を自分の頭と思う、そしてその丁寧に扱うのね。例えばお鍋の底をガチャンとその置いたら、あいたって自分の頭ぶつけたみたいに思わなきゃ。そうするとそんなガチャンとお鍋の底をね、そのコンクリートの上へ置くような、投げ出すようなことはできない。そしてまた米をゆるこう、まあ、洗うわけですね。その水をね、これ自分の神妙なりとする、この本当の私の命だ、思えっていうね。あるいはね、一競争を念じて法王説を立て、一美人に入りて大法輪を点ぜよって言葉も出てくるね。一本の天蔵のでもってこう料理するね、一本のナッパをこう取り上げて、そしてそのあれを法王説っていうの、まあ御殿を作るような、これあれですね、御殿を仕上げるつもりでそのナッパを最高に扱わなきゃならないってことだね。
で一味人に入ってこうもうほんのちっちゃいゴミの中にでも入って、そして大法輪を転ぜようって言ったら本当の仏法を雇用しなきゃならないと。あるいは一教祭を念じて常六心となし、常六心を生じて一教祭となすということもある。その一本のナッパを念じてそれを仏様に常六心、常六心となし、常六心を生じて仏様をここにいらしていただいて一教祭とするわけですね。だからもう天蔵の天蔵教訓見てると大体全部がそういう精神で書かれてるわけで、自分の出会ってるものそれから仕事それから人、それを最高に大事にする、その大事にする中に自分が修行するっていう、そういう世界です。これ法華経もそのことを言ってるわけ。またね、この天蔵教訓に字を見ること他のごとくなる知人あり、他を顧みること字のごとくなる君子ありって言葉が出てくるけどね、自分のことなのにね、あたらもう他人のごとくどうでもいいやっていうような態度で行動してる人いるわけですね。いや私がいっぱい山口の緑陰禅っていうのに行ったことあった。その時にその緑陰禅でその何ていうのかな文化会とかなんか行ってこう集まってね、そのみんなでいろんな話をするっていうとこ私もこう来てくれっていうかそこをただ聞きに行ってたわけだね。そしたらねみんなまあ本気になってやってる。ところが一人だけね、俺はそれと関係ないっていう顔してるやつが一人いたもんね。おかしなやつだなと思ってた。そしたら順番が回ってきてその人に言った。その人が私は本当はここへ来る人間じゃなかったんですだから私この相手と関係ないんです。というのは私が会社でもって何か失敗したら、そしたらそのお寺行って修行してこいって言ってそれで来させられた。私が来ようと思って来たんじゃなし、これでこういうところ私と無関係なところなんです。そう言ったのやつやよね。それで私その時そう言ったの、その字を見ること他のごとくなる知人がし、これね本当にこの人は字を見ること他のごとく知人がありっていうのを見本じゃないかって私と言ったことある。本当にそういうやついるもの今多いね、そういうのは。でとにかくある仲間へ行って出会ったらそれがもう全部の自分の生命なんだからね。だからその仲間をいかに仲間とこう調和し、そして精一杯のところを狙うかということをねやらなきゃならない。それが他を顧みること字のごとくなる君子ありだ。その辺がね、沢木老師もよく言った、受験予備校でもってカンニングするやつがいるこれじゃあ落っこちるの間違いないって言って、本当だよ、受験予備校でカンニングしてたら本当の試験じゃ落っこちるの間違いないね。これも結局今の人間そういう学生多いと思う。結局はね、実物に目がいっていないわけ。それで点数だけその問題にしてるの。本当のね、だから法華経の世界はね、そのいかに実物に目を向けるかっていうことそういうことね。その実物っていうのはね、向こう側にあるもんじゃないんだ。いつでもその
あらゆる存在は私が生命体験するところに本当にあるんだからね。で、私は生命、あらゆるものを生命体験するところに生きてるんだ。これもう全く脳書一枚、その脳書一枚っていう実物なんだ。みんなそういう実物を生きてる。それをそういう脳書一枚のような表現になりたいって言ったら、もうそっち行っちゃった投げ出してるんだよ。その他のごとくのなる地にありと、本当は生命の実物っていうのは自分の話なの。それなのにそういう境界になりたいって言ったら投げ出しちゃって、向こう側動いちゃうんだからね。そうじゃない、どこまでも私は私の生命の実物を生きてると、それをじっとどこまでも深めていくっていう世界だからね。その辺が今の時代みんな肌肌になってんじゃないですか。情報って、情報と実物ってのこの頃私つくづく痛感するね。今の人間は情報、同じ情報をの何遍でも流しゃそうだってね、いうことになるそういうことだ。例えばこの水瓶をだね、これは水瓶じゃない、このコップなんだっていうね、いうのを、これこのコップはこのコップはって言って何遍でも言ってると、みんなコップ、あ、これがコップっていうもんかと思うようになるっていう、そういうふうに何ていうかね、麻薬かけること、これまあヒトラーが初め、これ最近のあれではね、まあ昔からみんなそうなんだろうけど、最近ではヒトラーがそれ大掛かりにやったわけですよ。情報、その、のラジオでもテレビでもあらゆる宣伝機関を使って、A は A じゃない B だ、こういうようなね、情報をたくさん流しゃ、みんなそう思うようになんだっていうね、それをやってみせたね。それでそれから以後みんな世界中の人間が情報合戦っていうのかしら、情報戦のつもりで生きてる。情報何も知らなきゃいいってもんじゃない、知らないでいいってもんじゃない。情報は情報だ、一応情報を耳に入れとくことは大切だ。だけどその情報を実物だと思ったら大違いだね。いや昨日もあれなのね、今女房がちょっと休んでるところへ飛び込んできた、布団屋の、あれ、その外交員に来た。私丸八の人間ですって、丸八は何だって言った、私が言ったら、いやこのテレビでもっていつものあれしてる出てるの知らないんですかって言うから、テレビないんだ、見たことないテレビに出してたらみんな知らなきゃならないみたいに言うね。なまん誰が知って知るもんかあれはね、なまなね、テレビ見なくたっていいんだもん、テレビ見なくたってちゃんと生きてんだ。それを今の時代テレビ見ないやつはもう人間じゃないみたいに、であるいはその電話でもそうだ、電話がないと、電話がないんですかって言って、いやなんかこう百貨店なんかに買って、それでこれあれして届けてくれっていうようなことを言うと、電話って言うから電話ないんだ、電話ないんですかってみんなね、おかしいよ私はそういう点ね、自己が強烈だから俺は俺だっていうね、実物で生きてるで、その点ね、正法眼蔵を読むんでも法華経を読むんでも
昔の注釈書はどうだってね、そのことばっかり。それは昔の注釈書も一応読んどかなきゃ、これ情報だからね。しかしながら情報をいくら正確に言ってみても俺のことにはならない。実物として読まなきゃなんないのが法華経であり正法眼蔵なんだからね。そうすると法華経を読みながら俺としてはどうかっていうね、正法眼蔵を読みながら俺としてはどうかっていう、そういう見方はしなきゃなんないの。それをまあ今の法華経でも正法眼蔵でもっていうたくさんの本が出てるからとよく読んでください。俺とは関係のない本が多すぎるじゃないか結局ね。まあその点私はどこまでもね、その精一杯 自己の生命の話として読んでいきたいということなんですね。まあそういうつもりでその以下の話も読んでいくわけですが、で十方仏土中は法華の唯有ない、これはまあ今まで話はこの前やった話の繰り返し、これに十方三世一切諸仏あのくたら三脈三菩提種は天仏家あり法華天あり、これにっていうのはね、その法華経にだ、これ法華っていう世界はだから法華経っていう単なる標本だけじゃないですよ。だから自己の生命の話だ、自己の生命の花開く話ですね。しかしながら同時に法華経のことでもある。それでね、これに三世一切諸仏っていうのはまあ一切の仏様、あのくたら三百三菩提種、というのはあのくたら三百三菩提としての主張だ。これに天仏家あり法華天あり、これでねちょっと法華経のことをね少しお話ししとかなきゃならない、ね、で法華経っていうお経の話ね。大体ね法華経っていうお経は一人の、これどうせお釈迦さんが書いたんじゃない、お釈迦さんのが主役になって出てくる話が書いたんだからね、お釈迦さんが書いてるんだよ。で後世の人が書いてるわけだけど、これが一人の人が書いたのか、あるいは一時に成立したのか、これさえも分かんない。しかしながら今とにかく法華経というのまとまったお経が我々の前にあるわけだからね。そうするとこの法華経一口に言って、でその全体は一体何が書かれてあるのかということをね、私なりにまとめてみると、結局今言った法華の話同じだけど、結局ね一口に言ってね、その法華経の世界は今言った生命の実物地盤の話です。この前も言ったけど、そのお釈迦さんがその大乗無量義経を説かれ、で無量義所三昧に入られて、それからその時にその眉間の白豪僧からその逃亡万八千の道を照らしたっていうね話、これ一体どういう意味かっていうの、この前も言ったように全て生命の実物地盤としての光、この生命の実物地盤として見るということですね。そうすると生命の実物地盤として一切を見ると、そうするとね、ちょうどね、あたかも春が来ると草木が燃え入れて、そしてすべてそれぞれの花が咲くように、すべての仏道修行をしている人たちはね、そのみんな
自分なりの生命の実物の花を開かせるんだということですね。で、それをね、樹木っていう。鬼別を授けるということ。だから、シャリホツ尊者、木蓮尊者、火生尊者ってね、そういう人たちもね、今まではね、みんなお釈迦さんの直弟子たちは いくら修行してもね、仏になるとは思っていない。羅漢さんになるんだと思っていた。今でも南方仏教の本、お経の本をこの間も送ってもらって読んでると、今の南方仏教の人でも羅漢になるってことが書いてあるね。仏、自分が仏になるとは思っていない。ところが今法華経の世界ではみんなね、そのシャリホツ、木蓮、迦生というその大弟子たちから五百弟子、あるいは大馬流女、大馬だったっていうのはお釈迦さんの迫害の迫害者として知られてね、悪い悪逆無道の人間として知られてるけど、そういう台場だった、あるいは8歳の流女さえもみんなね、最後には究極には悟りを開いてお釈迦さんと同一の仏さんになるんだっていうこと、そういうのは樹木を授ける話がね、ずっと出てるんです。一番法華経の初めの方はね、っていうのはね、あらゆる人たちはお釈迦さんと同じ性同一の生命地盤で生きてんだもん。だからその究極はって言ったら、みんな成仏するんだって、そういうことです。そういうのが樹木ですね。ところがそういうね、そういう生命の実物としてはみんな成仏するっていう話が初めに出てくるんだけど、その生命の実物たるやどういうことかっていうと、これ受領本なんかに出てくるけれど、
これはあの如来受領法に出てきますがね、如来如実地権三害思想無謀承認虐待虐出薬物財政流滅同社非実非公非尿非異分尿三害天皇三害。この如来は実のごとく、実のごとくですね、三害の層を知見し、知見するに生じあることなし、もしは対あ、生じもしは対、生じもしは対もしは出あることなしな。また財政および滅度するかするものなしと、実にあらず子にあらず女にあらず意にあらず、三害の三害を見るがごとくにあらずと。要するに如来は実のごとく本当の実物をですね、実物に目を開いてよく三害の相を見るのに、三害の相ってこの世の中ですよ、その実際に実物、生命の実物をよく目を開いて見るのに、大体生じ生じしてですね、もしは体もしは質です、退いたり出たりって、そういうことはあることなしと。それで財政およびこれまあ生きてることね、生存および死ぬってことがなしと。で実にあらず子にあらず女にあらず意にあらず、三害の三害を見るがごとくにあらず、まあ普通の世間の人が見てるような世間じゃないっていうことですね。この仏教じゃね、これこの前もお話ししたと思うけれど、大体ね大師殿にも出てくるけど、生じは名字、生じ生じ生きたり死んだりっていうのはね、大体生じって生きたり死んだりっていうのはね、名前だけあって実はないんだ、ね、そして世界の法の中に実に生じあれども、これまあ普通の世界の中ではいかにも生じがあるみたいに見える、実相の法の中には生じあることなしと、これ第一ドローンの巻8に出てます。これこの結局ね、その我々生きたり死んだりっていうことで、なんとか死ぬのはやめて生きていたいってそればっかり考えてるから死ぬのは怖くなるじゃない。この実際の話ね、いつも言うけれど、この我々今の人たちは生存ばっかり、生存することばっかりを価値を置いてるんだ。で生存競争してなるべくそのうまい生き方するっていう、それだけ考えてるからね、そいじゃあ死ぬ段になったらあんた、その価値観が裏目に出るもの生きるっていうことだけが、生存してですね生きて、あの他の人間をなぎ倒して俺がいかにその隆々と生きるかってことばっかり考えてる人間はね、俺死ぬ時はそれ全部捨てていかなきゃあんないから、だから生存することがいいと思ってるやつはその価値観が今度は裏目に出て、そして今度は死んでいく時に奈落の底に落っこってくる。
感じするじゃない。これが結局因果応報だ。でみんなだから幸福幸福っていうね、今の人間20世紀は幸福っていう幸福を求める時代だ。だけどそれのためにみんな不幸のどん底へ落っこって死んでいくわけ。これ哀れな時代だと思う。昔はそうじゃない、キリスト教でもその死ぬっていうことは神様の身元へ行くってことだし、仏教じゃ死ぬってことは仏になるってことだったし、そういう考え方があるわけだね。それなのに今の人間は生きることばっかり考えてる。生きることだけが価値で、死ぬことはもう勃価値だね。それで死ぬことは蓋しようとしてるから、それ自分がその落っこっていくんだから、これはもう奈落の底へ真っ逆さまで、そういうことね。ところが今この今の生命の実物とはどういうことかっていうと、如来は実のごとく三界の層を知見するに、これ今そういう生存競争でやっさもっさやってるね、あれの生命の実物を見ると、本当は生児のもしは体もしは質あることなしで、また財政および滅度のものなし、これ生きてるっていうのもない、死んでるっていうのもない、でも実にあらず子にあらず女にあらず意にあらずか、あらゆるね、本当は我々二つに分かれる以前の力で生きてんだもん。要するにね、我々その二つに分かれて、これ生まれた死んだっていうね、悟った迷った、得した損だ、不幸だ幸福だっていう、そういうの二つに分かれるでしょ。この二つに分かれるっていうことは、我々人間の頭が二つに分けて分別する。これはその我々の頭でもって生きてんじゃないもん。頭の分別でもって我々生きてるんじゃない。二つに分かれる以前、生命の実物で我々生きてるんだし死ぬんだし、そういうんだから、二つに分かれる以前の力で生まれたり死んだりって、それを不生の生、不滅の滅、こういうわけだね。でそれを来たるがごとく去るがごとく如来如ごとく、でそういうことでね、それで結局ね、そういうまっさらな生命の実物で我々生きてるわけですね。まっさらな二つに分かれる以前の力でも、それに引っ張られて、これ引転せられて生きるのがホッケ天だ。それからそういう生命を自由運転する、それが天目家だ。結局はね、つまりね、我々生命の花咲かせるって言ったって、一体どういうところで生命の花咲かせるのかっていうと、まっさらな生命の実物に引っ張られて、そしてまっさらな生命の実物を自由運転する、それ以外にない。これをまああのあれだね、真宗のあれで言えば、阿弥陀様のそのご本願の合力に惹かれてっていうのはね、これあれでしょ、我々念仏するって言うんだって、阿弥陀さんのご本願によって念仏するんだ。それ引っ張られて念仏するんだ。念仏する限りは
天目から運十運転とそういう意味でね、その私がその念仏するっていうんじゃないの。私キリスト教でもそうだね。キリスト教でも私が愛っていうこと、我々人間は愛っていうことは本当神の愛を知りゃしないんだ。ところが神様は一人子をそのこの世に下すほどに我々を愛してくださっているってこと、これまあヨハネでちゃんと書いてある。それで我々初めて神の愛を知った。それでだから神様を愛しようと。ところが神様って目に見えないから、それだから神様の作りたもうた我々人間ね、それを愛することによって神を愛するんだという、まあ、これキリスト教のあの、まあ、ヨハネ伝はとにかく、まあ、福音書の中でも特に深いあの福音ですがね、これやっぱりホッケ天天ボッケで話してるの。で結局この天っていうのはね、大体その車でこっちのものからこっちへ移すっていうこういうようなのが天の意味ですね。だから引っ張られると同時に自由運転するんですよ。そういうの。ところが今の我々はそういう生命の実物に目を開かないで、それで今言ったような世間の約束ごと概念ですね、概念からこう自分を見てさ、俺はつまらない、俺は貧乏人だ、いや本当に俺は貧乏人だって言ったって、どれ世間相場っていうようなものをね考えればこそ俺は貧乏人と思うけれど、世間相場じゃない、実物としては事実生きてる限り堂々と生きてんだもの。貧乏人ってことは本当はありっこなの。で俺は中流って言ったらその中流って言ったらこれもう概念の話だ、俺は俺なんだっていう、決してねのそういう中流上流下流っていうのもないの。だからその俺はつまらないダメ人間って言ってね、もう言ったってね、それ何かの概念を描いて俺つまらないダメ人間と思ってるわけだね。いや頭が悪い頭が悪いったってどれが頭がいいの。この試験通って、ね、その、エリートコース行ってるやつのバカたくさんいるものいや今の時代エリートコース行ってるやつはみんなバカだと私は思ってるそれで本当にね頭のいい悪いもをすごくざっと、いやそういうふうにあの試験の点数いいから頭がいいんだとそう思うっていうことがバカの証拠じゃないか結局はね物覚えのいいバカで、いやその点病人だって言ったってどれが病人なの。これ本当の病人でない人間って見たことないこれ仏教じゃいつでも傷病傷能っていうね、法華経にも出てくる、もう完全な健康者っていうのは、この少しは患ってるわけだ、それで少しは悩み持ってるっていう、そういうこと。それでまあまあ通れりゃそれでいいってことでこれだからね、健康と病人とっていうのも決まっちゃいな、あるいは心症者だって言ってね、俺はダメって、心症者っていうんでも心症者じゃない人間っていうのもいないもん、五体幹部の人間いやいないよ、どうせ肩あってはみんな肩じゃん、気違いってはみんな気違いなの、違いじゃない人間って言ってのあれしてみたら、なんかあの沢木朗氏が言ってたんだ、あのお釈迦さんぐらいのもんだって本
当に気違いじゃない、気違い系のないやつっていうのはお釈迦さんぐらいじゃないですか。まあこれもお釈迦さんが気違い系がないってこう、まあ、決めているだけな話、実物となったらわからない。でその点ね、今我々世間の約束ごと概念だけであんまり考えすぎてる。それで俺はつまんない、それじゃつまんない。それからね、そうかと思うと俺のその俺のこうなんか自分の頭にこう湧き起こってくるっていう、これまあ衝動っていうけど、なんか突き上げてくるなんか欲望があるじゃない。その欲望っていうのね、これは本当は分岐物だ。あのどうもそのこの頃彼女が好きになってたまらないって言うんだね。何それ、その赤ちゃんの時から彼女好きって言うんじゃないもん。これやっぱり年頃になってからそれで好きになったんだね。これ分岐物で、全てね分岐物を俺だと思って、その分岐物に従って行動してんだから、分岐物を俺の主人公と思って行動してるから、それでつまらん。それであるいは今言ったような情報とかね、統計とか数字とかって、そんなものを本気に思って、それでいや この間もあれしてんの、平和運動やるって、平和運動のために放送したり、あのこの平和運動を成り立たせるためにはそのくらいの犠牲者が出ても当たり前だって、そういうこう平和運動されちゃ困るんだね。本当に平和って言うんだったらね、平和運動のために基金募集で、とにかくね平和っていうのはね、なんて言っても沢木老師の言う徳は迷い損は悟りっていうの、それだけやることが平和なんだ。みんなまず何しろ俺が出してそれ基金募集してって言って、そしてそのためにはなお組織を大きくしようって他の会社乗っ取ったりなんかしてね、こんなバカな平和運動されちゃ困る。でつまり本当のまっさらな、しかもそれ取っといてね、それで情報さえ、俺は取る気じゃなかったんだけど、彼がこの被害モード、この被害者は俺だ、そういう情報さえうんと流しゃ、それで通れるとこう思ってんだね。そんなのいわゆる今のこう何ていうか国が他の国乗っ取る時の言い分とそっくりじゃない。そういう平和運動をしたら困る。でその点ね、何よりも本当の実物に目を開い、この実物はそのとにかく自分のものを投げ出すというね、その時平和なんです。でそういうそれがね実物に目を開いて実物をはっきり見つめ、そして実物を悟って実物を生きると、こういうことが開示五入ということですかね。とにかくそれが本当に我々がこの世に生まれ出てきた一大事因縁だ。その時に初めてその本当の自分の生命の花を咲かせる、こういうのがね法華経の世界です。それでそういうのはまた人辺不可思議とも言います。でそれで今、まあ、法華経のざっとしたあの一応のその根本精神だけわかるんだけど、あのお話したわけですがね、これすなわち本行菩薩道の不退不転なり。だからね、こういう実物に向かって実物の修行をするっていうの、これが本行菩薩、これすなわち本行菩薩道、実物だから予備ってことはないね、準備ってことでもない。
から座禅するんでも、今座禅したったら座禅そのもの修禅状態、あらかじめ今予備演習のために座禅してますよ。そんなんじゃない、座禅したら座禅、座禅という実物なんだからね。でそういう実物に向かって実物を行ずる、すなわち本行菩薩道の不退不転なり、これで実物なんだから出入りない。今俺が座禅したら座禅という完結だ。で不退不転です。で諸仏知恵人人無量なり、生命の実物としての知恵働きっていうね、これ諸仏の知恵、これはね人人無料って本当に有水であって無料だ。そして人なり恩なり深いんだ。で何へ何流の暗礁三昧なり、これそりゃそうですね、実物っていうのはね考えじゃ届かないんだ、我々の頭じゃ届きっこないんだから。だから何下何入です。何下何入って言うとなんか難しいみたいに思うけど、そうじゃないね、それは当然なんだ。頭の実物は頭じゃ届かないと当たり前のことで、そこのそういう実物